シルクロードを探せレベル10万。変な顔のヒカキンの中にシルクロードがいるよ。どこかわかるかな。ちっちゃくてわかりづらいかも。正解はここ。かなり小さいからわかりにくかったね。フィッシャーズを探せレベル漁師。フィッシャーズのマークがこの写真の中にあるよ。どこかわかるかな。正解はここ。たくさんの魚に紛れるとわかりにくいね。シルクロードを探せレベルくるぶしポン。いろんな色のシルクロードがいるよ。この中から肌色のシルクロード探せるかな。正解はここ。いろんな色がありすぎて肌色どれかわかんなくなっちゃうよね。シルクロードを探せレベルハニップ。シルクロードの写真の中にシルクロードがいるよ。正解はここ。シルクロードに埋もれてたね。これはちょっとわかりやすかったかな。フィッシャーズを探せレベル料理。さっき釣れた魚たちが刺身になっちゃってるね。この中にフィッシャーズのマークがあるよ。どこかわかるかな。正解はここ。わさび醤油で美味しく食べちゃってね。シルクロードを探せレベルポペー。なぜかたくさんのアントニオ猪木の中にシルクロードの顔があるよ。どこかわかるかな。正解はここ。顎が伸びすぎだね。さあみんな全問わかったかな。わかった人は高評価よろしくお願いします。わかんないって方ももう高評価押しちゃおう。チャ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